まずはじめに顔から拭いていきます。慣れないうちは湯船に入れる前にお顔を拭いてあげると良いでしょう。ガーゼハンカチを洗面器に入れたお湯につけ絞ります。はじめは目を拭いてあげます。目頭から目尻に向かって一拭きしましょう。一回拭くごとにガーゼの面を変えるかお湯でゆすぎます。汚れた部分で二度拭きしないようにしましょう。顔全体は三の字を書くようなイメージで拭いていきます。口の周りや耳の後ろも忘れずに拭きましょう。顔を拭き終わったら赤ちゃんを裸にし全身の観察をします。お洋服を脱がせていきましょう。この時に体全体の観察をしていきます。首の周りなど皮膚同士がくっついている箇所の皮膚の状態を中心に見ていきましょう。もし検知をしていたらこの時にきれいに拭いてあげましょう。ではゆっくりとお風呂に入れていきます。手と反対の手で頭を支えます。このように親指とそれ以外の指を離して支えます。では股の間からお尻をしっかり支えます。湯船には足の方からゆっくりと入れてあげてください。赤ちゃんにあったかいねなど話しかけながら行います。高いね。頭を洗っていきます。赤ちゃんの頭をガーゼハンカチを使って十分に濡らします。耳に水が入らないように気をつけてください。ベビー用石鹸を泡立てて指の腹で優しく洗ってあげましょう。泡で頭を洗えたら濡らしたガーゼハンカチを泡でゆすぎ絞ったガーゼハンカチで頭の水分を拭き取ります。生後 1,2 ヶ月の赤ちゃんは毛のようなかさぶたができたり湿疹が出ることがあります。これは脂漏性湿疹といって時期が来れば自然に剥がれます。無理に剥がさないようにしましょう。では体を洗います。石鹸を泡立て上半身から下半身に向かって洗います。首、胸、腕、脇の下、手、お腹、足の順番で洗っていきます。一箇所洗ったら洗い流してから次の部位に進む方が清潔です。赤ちゃんは代謝が良く関節部分や皮膚が重なった部分はトラブルを起こしやすいのでシワを伸ばして丁寧に洗います。足はお湯に浸かっていますがこのままお湯の中で洗ってあげて大丈夫です。では背中を洗います。このように赤ちゃんの脇に利き手を入れ赤ちゃんの頭から背中を反対の手で支えながらゆっくりと赤ちゃんを裏返します。この時に腕で赤ちゃんの口が塞がれないよう赤ちゃんの顔は横に向けましょう。向きが変えられたら赤ちゃんの腕をパパやママの腕にかけると体勢が安定しやすいです。石鹸を泡立てて洗っていきます。赤ちゃんを仰向けに戻し最後に陰部お尻を洗います。洗い終えたらお湯から上げていきます。
かけ湯はもう一人がかけるか、手伝える人がいない場合は必ずしも必要ではないので、そのままあげて大丈夫です。お湯からあげるときは赤ちゃんを振らないようにしましょう。沐浴の実施編は以上です。